ラオコーン像は、バチカン美術館のピオ・クレメンティーの美術館に、所蔵されている古代ギリシアの大理石製の彫像。ギリシア神話のトロイアの神官ラオコーンと、その二人の息子が海蛇に巻きつかれている情景を彫刻にした作品である。古代ローマの博物家プリニウスによると、この彫像の作者は、ロドスト出身のアゲサンドロス、アテノドロス、ポリュドロスの三人の彫刻家であるとしている。 苦問の表情を浮かべるラオコーン。長男のカ顔末息子の顔長男の全体末息子の全体、ラオコーンの物語は今は現存していない、ソポクレスの悲劇作品の主題になっていたと、他のギリシア人作家が書き残している。ラオコーンは槍を投げつけることによって、トロイの木馬がギリシア軍の計略であることを暴露しようとしたが、女神アテナによって使わされた海蛇に襲われて、 彼の二人の息子と共に殺された。そして、トロイア人たちはこの木馬が聖なるものであると信じ込んだ。この一連の物語を題材に書かれた有名な書物に古代ローマの詩人、ベルギリウスのアエネーイスがあるが、おそらくはその執筆以前にこの像は制作されている。ラオコーン像の制作年度については、紀元前160年から、 紀元前20年まで様々な見解がある。ロドス島のリンドスで出土した碑文では、彫像の制作者と推定されているアゲサンドロス、アテノドロスの名前が紀元前42年以降に記載されている。このため、紀元前42年から紀元前20年頃に制作されたのではないかと考えられている。この作品がオリジナルの彫像なのか、他の彫像の模倣なのかは判明していない。 制作者とされる三人のロドス人は、模倣を専門にした彫刻家で、紀元前200年にペルガモン王国で制作された銅像がオリジナルで、あるとする意見もある。プリニュースはその著書、博物誌で、ラオコーン像が、ローマ皇帝、キトスの宮殿に置かれていたと書いている。一階の大理石から掘り出されているとも書いているが、後年発掘された。 この彫像は7つのパーツが組み合わされてできていた。ラファエロが描いたローマ教皇ユリウス2世。ロンドンナショナルギャラリー所蔵。この彫像はもともとは、富裕なローマ市民の依頼で制作されたと考えられている。1506年に、ローマ皇帝、ネロの大宮殿ドムスワウレアの近くから、ラオ構造が出土した時に、自信熱心な古典学者でもあったローマ教皇ユリウス2世が、 入手し、この像を現在のバチカン美術館の一部にあたる庭園に置いた。発掘に立ち会ったミケランジェロに多大な影響を与えたとして知られているが、2005年にはこの彫像自体がミケランジェロによる願作ではないかという主張があった。マイレイコンの著者でもある美術師屋のリチャード・ブリリアントはこの主張に対してあらゆる意味で馬鹿げているとした。 20世紀の修復以前の腕を伸ばしたラオコーン像。ラオコーン像が発掘された時にはラオコーンの右腕や左右の息子たちの腕や手は損壊し失われていた。当時の芸術家や鑑定家たちは失われた腕がもともとどのような形だったのかを議論している。ミケランジェロはラオコーンの右腕は肩を越えて背中に回っていたのではないかと考えた。逆に 右腕は大きく広げられている方が、英雄の像としては、ふさわしいとする者も,もいた。教皇は、非公式なコンテストを企画し、失われた腕が、どのようなものだったかの案を彫刻家たちに命じて、ラファエロに審査させている。その結果、ラオコの右腕は大きく伸ばされた状態が、ふさわしいと判断され、新しく伸ばされた腕の状態で修復された。1九百六年に、 考古学者、美術賞で、バッラッコ美術館長、ルートビヒポラックが、ローマで大理石でできた右腕の破片の彫刻を発見する。ラオコーン像と様式が似ているとして、バチカン美術館に右腕の彫刻を持ち込んだが、バチカン美術館はその右腕を半世紀にわたって放置していた。1950年代になってから、バチカン美術館は、この右腕がオリジナルの、 ラオコーン像のものであり、ミケランジェロが推測したように右腕は曲がっていたという鑑定結果を出した。彫像は一旦解体され、この曲がった右腕が新しく取り付けられて、再び組み直された。この時、以前の修復で取り付けられた二人の息子の腕と手は、再び除去されている。この彫像には、多くのコピーが存在しており、有名なものに、 ロドス島のマルタ騎士団本部の彫像がある。現在もラオコーンが腕を伸ばしている以前の状態でのコピーがあるが、ロドス島の彫像はバチカンでの修復に合わせて変更されている。ミケランジェロ作品種の奴隷ルーブル美術館所蔵。ラオコーン像の発見はイタリアの彫刻家にとって大きな衝撃であり、イタリアルネサンス芸術の方向性に極めて重大な影響を与えた。 ミケランジェロの筋肉美を強調した作品群とその官能的なヘレニズム風様式、特に男性ラゾの表現はよく知られている。ラオコーン像の影響は、ミケランジェロの後期の作品に顕著で、教皇ユリウス二世イの母妃のための、反抗する奴隷の二彫刻が例として挙げられる。この彫刻の気品あふれる悲劇性は、ドイツの詩人、思想家ゴットホルトエフライムレッシングの文学、 美学のエッセイのテーマの一つで、その著書、ラオコーン・ラヤ君は最初期の古代美術論争の一つ、ラオコーン論争を巻き起こした。ルネサンス期のギリシア人がカエル・グレコが描いたラオコーン。ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵。ルネサンス期のフィレンツェの彫刻家、バッチョ・バンディネディは、メディチケ出身の教皇レオ10世の依頼で、ラオコーン像のコピーを制作した。 バンディネッリが制作したこの彫刻も幾度かコピーされており、小さなブロンズ像のコピーが、ウフィツィ美術館に所蔵されている。フランス王・フランソワ一世が、フォンテーヌ・ブロー宮殿に飾るために、イタリア人画家、彫刻家、フランチェスコ・プリマティッチオの監督のもと、オリジナルのラオコー像から絵型を取って制作させたブロンズの鋳像が、現在ルーブル美術館に所蔵されている。 ラオコーン像はナポレオン・ボナパルトによってイタリア侵攻後の1799年に強奪されてパリに移された。そして当時ナポレオン美術館と言われていた現在のルーブル美術館に収容されフランス芸術の新古典主義に影響を与えた。ナポレオン没落後の1816年にこの彫像はイギリスによってバチカンへと返還された。プリニスは ラオコーン像のことを、あらゆる絵が彫刻作品の中で最も好まれているとし、すべての芸術作品の中では彫刻が最も優れているという伝統的な考えをもたらしてきた。18世紀のドイツ人、美術史家ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンは、本来愛しいはずの衰弱と市の瞬間を捉えたこの彫刻が称賛されている矛盾を文章にした。 これに対して論争が起こったが、最も影響が大きかったのは、ゴッドホルトエフライム・レッシングの、デイコン・アンエッセイ・オン・ザ・リミッツ・オブ・ペインティング・アンド・ポティアであり、この彫刻とはエルギリウスの詩文とを比較することによって、視覚芸術、言語芸術との違いを検証した。レッシングは、この彫刻を作成した、芸術家たちは、ラオコーンの現実的な肉体的苦痛を表現、しきれてはいない。 死に至るような苦痛はもっと激しいものであり、目に見えるものとして表現できるものではないとした。そして、芸術家たちは、美としての苦痛を表現しているのだと主張した。この論争で最も異質な介入をしたのは、イギリスの版画家、詩人ウィリアム・ブレイクの版画である。落書きのように様々な方向で書かれた数カ国語の文章が、ラオコーン像の周りを取り囲んだ版画である。 ブレイクは、ラオ構造を、イスラエル王国のオリジナルをコピーした出来の悪い彫刻だとし、3人のロドス人が、ソロモン神殿のヤハウェと、その2人の息子であるサタンとアダムの彫刻をコピーした、などと書いている。ブレイクの意見では、古代ギリシアローマ時代の模倣は創造活動には、外役でしかなく、ユダヤ教とキリスト教の精神を背景にした芸術との比較において、 古代彫刻は、陳腐な写実主義に過ぎないとした。ありがとうございます。